どすこい深夜のこっそり食堂です。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。テイクアウト企画で今日はね2件続けてちょっとやっていきたいと思うんですけども、以前ですね鈍流坂店で中店だね、鈍流中店さんで亀井さんってあのジンギスカン屋さんをちょっと紹介したと思うんですけども、そこのジンギスカン屋さんでなんとねテイクアウト始めたそうなんですよ。それでじゃあちょっとねテイクアウト、まあ、羊買っちゃってもう焼いて食っちゃおうということで来ましたね。羊さんはね低カロリーです、すごく栄養分も含まれていて、やっぱ体のね免疫力アップにもつながります。カムイさんともう一軒ある商店さんのテイクアウトの惣菜を買ってベランダで食べていきたいと思いますまた最近ね流行ってます、流行ってます僕の中では、ねじゃあちょっとお楽しみに。はいはい、早速来ました。お、本当だ、テイクアウト用お肉各種500円になってる。へえ、あ、これ夜のメニューかなね、いろいろ考えてね。テイクアウト早速買ってきたいと思います。じゃあ、あ、マサ顔は隠しますよ、はい、え、何ちょっとあのラブメール見たんだけど、何何なんか何ちょっと営業メール来たんだけど、営業メールじゃないけど、えちょっとまあこんなちょっとコロナで止まっちゃいなんで、うん、まあ、ちょっとできること、ああ、いいことだね。いやいや、それで、はい、俺も早速ちょっと肉その3種類、はい、あのラムショルダーとさ、はい、ラムロールか、ラムロールと、はい、あとは、モモロース、はい、であと野菜と、野菜、はい、いいですか。え、そうすると大体お値段どのぐらいなの。一応、一律 100g500 円で用意させていただいて、野菜は分かりやすい、うん、100円か200円その時のミックスによる。ああ、なるほどね、いただいて、あとはどのぐらい量欲しいかとか言ってもらえれば。あ、そう、例えば俺僕の場合はあの家にタレがあったりとかするから、その時はタレをつけてもらってもいいし、はい、あと揉んでもらうことでもできるの。あ、タレ味でもできますし、シンプルに塩味でも。なるほどね、あの電話とかで言っていただければ。あ、それは嬉しいわ。あ、いきなり来ていただいて、うん、あ、じゃあ要望してね、ええ、うんうんうん、ちょっと時間少しだけもらいますけど。あ、そう、嬉しいな。まあ僕はもう肉空気満々で来てるんですけどねてかメールよこしたからね来たんだけどね全然わかんなくて、いや、ね、全然見えない。いやいや、もう全然引きこもってましたよ僕、本当にもう体重増加しちゃってでマスターも本当元気そうでなんとか。あ、そう、あれでしょ、ストレスねじゃあすいませんけど、はい、お願いします。え、じゃあちょっとね、え、あ、さて、じゃあ待ってます、はい、こうやって作ってくれるんですね。まあもし時間がない方はね説明欄にあの詳しく書いておきますんで電話予約してくださいね。ランチもねなんかやってたね、なんか丼ぶりとかちょいろいろちょっと考えられない、いろいろやってんのな、俺の知らないところでしたらさ、急にさあのあれですよ、昨日来たの、あの今ちょっとテイクアウトやろうと思ってって、今かいみたいななかなかですでもすぐ来ました。いやいやいや、すぐ来させてもらいましたんで、じゃあちょっと楽しみに。はこれ袋で持って帰れるんですけど、これ野菜ね、これ玉ねぎもやしとキャベツ、これで200円でございます。結構もりもり入ってる。でこれが、ロース、肩ロースね。でこれがラムロール、これねカムイさんのねショルダーって言って、ちょうど腕の方のねお肉使ってくれてるんですよ。これも美味しいね、あ、食べた人はわかるかな。これがあと桃ね、あとはこれ牛脂、牛脂っていうか油ね、これはねあのサービスでつけてくれます。こんなこれね僕がね油好きだからね、あのマスター大きくしてくれましたけどこれの大体3分の1か4分の1ぐらいついてくると思います。いやいや、これでこれだけは1700円。あ、1700円、そうだね、500円500円500円、200円だから店で食べるよりめっちゃ安い2分の1最高じゃん。いやこれはね、これ家帰ってね、あの家でホットプレートでも全然できますんで、あとここにねタレがつくんですけど、僕はねたまたまタレはね家にあったんで、そういえばちょっとそのタレを食べて、まあ久しぶりに食べたいんでそのタレを食べようかなと思ってますね。それにあとはニンニクとかね、あと七味とか、あのよくあのここでやってる一味とかかな、そういうのはねあの希望によってはつけてくれますということでございました。あとはこれはね肉ね、今日はね僕生で、生っていうか味をつけてない状態でもらったんですけど、これ味をつけても構いません。味をつけるとねまたね
美味しいんですよ。うん、まあ、それはねもうねあのお客様のお好みで食べてください。早速持って僕ベランダで食べちゃいますよ。キャンピングでしょ、ええ、はい、もう白いご飯で囲んじゃいますからね。もうガンガンご飯するね。じゃあちょっと家で焼いていこう。よろしくお願いします。あ、違う、待って、もう一軒ちょっとあのテイクアウト行かなきゃいけない。惣菜ちょっと買いに行きます。はい、今ねカムイさんからちょっと出てきました。ヤニカフェさんやってましてね、ヤニカフェさんでもねテイクアウトやってるんだって。今ねちょっとこれはねまた次回ね、次回というかまあちょっと撮影しようと思ってます。で今からちょっと惣菜をねこれからまた買いに行くんですけど、はいはい、ここね井上商店さんに来ました。これはね弁天通りの中にあるところでございます。そこにねいろいろこうやってね魚屋さんなんだけど、いろいろもうここはすごい惣菜も売ってるね。お母さん、このきんぴらと、きんぴらとあとそのタラの白子、うん、タラの白子と、あー美味しいよねこれ。うわー美味しそう。もういや美味しそうねえ、ほんとだ。白子とあとメロ、メロ、うん、メロはこれ味噌漬けにしちゃうんですよ。あ、最高だ。うん、全然いいです、はい、うわー。じゃあ、あときんぴら、うん、これください。うわー、これでご飯何杯もいけるわねえ、いやいやいや、嬉しい。明日も明後日も食べないぐらい、うん、あ、そんなさつま揚げってなんかでっかいさつま揚げありませんか、これは焼いて食べるんですよね、うん、あ、これ焼いて食べるの、うん、あ、じゃあそれをもらっていいですか。はい、ねえ、こういうさ弁天通りにこういう魚屋さんがあるのって嬉しいよね。そして惣菜も売ってるん、もうたまりませんわねえ。してまたねおばあちゃんとねお父さんがまたいい人なんですよ。やっぱこういうところっていいよね、大切だと思います。もう全然あのいいです、それで。うん、あ、大丈夫ですよ。うん、あの家近くな、そうそう、そう、大丈夫です。うん、あ、ありがとう、お母さんありがとうね。体気をつけて、また来ます。ありがとうございました、どうも。はい、じゃあ早速ね家に帰りましょう。さあ買ってきて並べてみたぞ。今日はねちょっとあんまり時間がないからね早速やっていくよ。これね炭が湧いてます。これ S ビットのチャコールグリル、これが最高でございます。これはねもうほんとキャンプに持ってってもねバッチグーです。組み立て式ですね。詳しくはですねで Amazon のね貼り付けしておきますんでね、もしよかったら見てみてください。これが、はい、早速ねこれ井上魚店から買ってきたメロです。これ味噌漬け、うまそう。あと手作りのきんぴらごぼう、うまそう。これタラのね白子になります。これ炊いたやつ麺だっちゃ。うん、でこれがね1枚180円で、まあ、あとね値段全部あのお確かめくださいね。テロップにしておきますからね。あ、もうすでにテロップに載ってますね。そしてカムイさんの今回新たにテイクアウト用で組み込まれたテイクアウト用お肉でございます。いいよね。これはね500円です。オール肉が500円、これで野菜が200円です。玉ねぎ、ネギ、ね、もやし、キャベツ入って、そしてこれがラムショルダーで、これが桃、これが肩ロース、これ全部500円でございます。 100g です。たまらん。じゃあ早速火も沸いてきてることだし食べていこう。ジョン、ジンギスカン鍋でございます。牛脂を乗せておきます。ジンギスカンのタレでございます。ベルマーク、これ僕大好きなんです。もちろんねカムイさんのタレも美味しいですよ。でもねたまたまうちねこれ買ってたんで、これを今日はがっつりニンニクすりおろしで、もう白飯でがっつきたいと思います。よし、これ見えるかな。この下にさ、これアルミホイル引いてんだよね。これアルミホイル引くとね掃除が楽になるんですよ。はい、まずはね乾杯しましょう。今日はね白竹の白ハイボールいっちゃいましょう。これね僕の大好きなねセブンイレブン城東町店の商品でございます。店員さんたちがみんなほんといいんですよ。よいしょ、おー、じゃあ乾杯。あー、うまっ。糖質とかねプリン体とかね大丈夫だからね。これトミさん名前出しちゃうけど、トミさんプリン体
気をつけて。美味しい。うわうわうわ。ちょっとね、これはね、あとね、バター、このバターじゃねえ、油をね、こう、まんべんなくこうね、もうね、だんだん温まってくる。ほら。いや、これ炭火っていいでしょ。このね、S ビットって本当にすごいなと思って、なんていうのかな。とにかくキャンプ用品は何でもあるんですよ。うん。これやっぱ災害とかにも使えるし、僕なんかね、あの、東日本大震災経験して、ほんとね、2週間何もできませんでしたからね。もうその間ね、僕はあの、あれなんですよ、小規模、あの、支援部隊っていうことでね、登録されて、ほんとね、あの、どのぐらい行ったかな、80カ所ぐらい炊き出し行ったんかな。まあそういうね、その経験をもとにね、やっぱ自分もこうやって、こういうものを揃えてるんですよ。そう、これ撮影のために揃えたんじゃなくて、あの、持ってるんですよね、ちゃんと。あの、何かあった時のためにね、うん。いや、ほんとあれひどいんで。電話は通じない、物はない、物流がない。ほんと大変ですよ。もう、まあ、電車来ちゃったけど。じゃあ、食べていこう。あの、玉ねぎとかをね、こう、周りに置いていくんですよ。で、このキャベツもこうやって、周りにこう、引くようにするんですよね。こうやって置いときまーす。これがさ、後々、美味しくなるんですよ。ね、ラムの油がね、野菜がね、吸うんですよ。ラムの油をね。で、ラムの油はすごく低カロリーで、ビタミンも豊富だしね。すごいんですよ。そして、この空いた隙間あるじゃないですか。この空いた隙間に、肉を入れていくんですよ。これ食べていかないとあかんべ。群馬のごぼうで作ったね、手作りきんぴらだって。いただきまーす。あ、まじょっぱくてうめえよ。まずいわけがないよね。これ入れちゃおう。これほんと炭火で煽ってもいいんだけど、焼いてもいいんだけど。ここで、ちょっと焼いちゃいます、ここで。すげえことがない。でもこういうのもいいよね。ありだよ。全然あれだと思いますよ。じゃあ次は、白子か。これ、タラの白子。うわぁ、美味しそうでしょ。今日はね、マフロットの一脚を使ってます。一脚の方がいいかなと思って。うん。よいしょ、いただきます。あら、濃厚。うわぁ、ねっとり。海の香りがするよ。うわぁ、これタラの白子はね、クモコとも言うんですけどね。関西だとクモコかな。次がね、メロ。このメロをね、最近見かけないでしょ。なんかね、なくなったんだよね。昔メロ結構いっぱいあったんだけど。これ味噌漬け。ね。これ油乗ってもいいんだね、メロ。いただきまーす。あぁ、うわ、優しい味噌漬けだ。うめぇ。ご飯食いて。やっぱこういう惣菜って大事だね。テイクアウトほんとすごいよ。これニンニクたっぷり。がっちり。これで飯食ったらたまんねえよ。うまいよ。じゃあやっぱりロースから。おぉ。いい具合に焼けてる。煙じゃないからいいよね。あの油がね、こちらに下がっちゃうから。うわぁ、焼けてきたよ。焼けてきた。もう最高でしょ、この音。これね、油、あれ、ちょっと待って、熱っぱっちゃった。おかしいな。これね、油の隙を見てるから、あんまり、あの、くっつかないんですよ。これ大事ですよ。油塗っといてね。これ美味しそう。これ2枚ぐらい取った方がいいんじゃね？これ、このぐらい。これ、このぐらい。いやー、ラム。やべえぞ、これ。タレいっぱいつけて。いただきまーす。うめえよ。ラムのこの鉄分の香りと甘み、あとコク、おいしい。さつまいができる。これね、七味醤油にね、これマスタード、粒マスタードこれ溶くんですよ。これいつもね、俺食べる食べ方。うん。あの、これ練り物ね。こらー、でけー。さつま揚げ、食べまーす。うわ、ごぼう、人参、玉ねぎ。もっちもちです。うまい。たまんねえな、これ。これさ、ご飯食べれちゃうから。生姜醤油でもいいね。おいしい。しょけーん、でけえご飯だ。
うちのかみさんがこれぐらい食うだろうっつってよこしてくれました。これもうこれジンギスカンね、これたっぷりつけてぴょん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 つってさ、いただきます。油を吸い込んだ野菜、これがまたね美味しいんですよ。これで飯食えちゃう、またねチャーンと乗せちゃってね、バーンと乗せちゃって、あそうだ、これカミニさんでもねこれ丼になってあるんですよ、ジンギスカン丼って。いただきます。まぶい、いやー、美味しい。はい、というわけでですね、まだ残ってますけど、今もう後ろにいつものごとくへばりついてる子供たちがいるので、これから子供たちと焼肉ジンギスカンやっていきたいと思います。惣菜もいっぱい食べていきたいと思います。いやー、今日ね前橋あったかいですからね、うん、こうやってね自分好みのものをチョイスして、そして家で食べる、このテイクアウトのね、うん、こういうのはねいいことだと思います、うん、お店で食べるのはもちね幸せなんですけども、まあこういう時代です、あの時期ですからね、これ仕方ないですから。それじゃあまた次回の企画でお会いしましょう。で、体は気をつけてくださいね、私も感染予防してます、頑張ってじゃあまたね、また次回、ふぴっ。